はいどうも、妖怪チップニップに今回もやっていきます。8周年コインゲットということで、はい、8周年記念ねイベントやっていきましょうということで、なんかプニプニカチカチか、これ嫌な予感がするね。もうあのカチカチ周回したくないんだよな本当はな。 J、 さあ J はなんだっけ、邪炎だっけ。ということでどうなんですかね、あのトーナメント形式、ああマップあるね、はいマップなんでやっていきましょう。なんか目移りしちゃうな、あカタイがいる。はい、じゃあこの、あ将棋だ、なるほど、プニプニオールスターズって感じなんですね。なるほどね、プニットショットって書いてありますね。はい、じゃあやっていきましょう。プニプニ工場長とプニ神様っていう感じですね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、そしたらね、今回ね元気力落ちてるんだよね、ちょっと期待したい、これね、うん、これだね、8周年コインね今回ありますんで、まだね駆け出しなんで、1個だけかあお助けパワーか、これはまだまだだな、まあちょっと軽く回していきましょう。さあかね、うん、今回の妖怪たちはよいしょ、追加大量プニ消しか、溜まった状態スタート大量プニ消しか、この前のあれだね、マリンと一緒だね。でデカプニ降ってくるか、学校がエンマの超強化版か、いいねこれ使いやすそう。まあ王族だからなーって感じか。で4つ作り系流行ってるよね、うん、これは欲しいね。ニョロロンの4つ作り系ってあんまり聞かないな。でこれが復活か、ポカポカの復活ね、レンはポカポカだったんだという感じで、なんかコラボ並みにキャラがいいっすね。他のやつは分かんないんだな。はい、じゃあ行きましょう。今回ふみちゃんもらえんだな。で私これすごいいいと思うな、初日レンが特大特攻ねこれみんなガシャ頑張れるよね。ただほんとね、私今回ガシャ初日2日はやんないですけど、気まぐれゲートの後のガシャ気をつけろよっていうの格言がねこのゲームにはあるんで、まあ、本当100連200連があっという間にすっからかんにねなってきた歴史があるんでね、そこだけ気をつけなはれやっていう感じですかね。ほんと恐ろしい歴史ですよ、あっという間に吸い取られてねもうそれからやめたんだよな100連やんの。なんだっけ、8周年コインか、これだね8周年コイン、あーそういうことか、これ去年と一緒だね。だからね、極地の子当たるぜっていうね。ただ去年よりメンバーが増えた感じもするな。ね、SSS、なんつうんだろう。コラボ以外の SS、あ、SS もあるんだな。なんか極地の子いなかった、あ、いるね。はい、行きましょう。去年はね、これで極地の子出たんだよね。ちなみに7を倒した時にもらえる G はよいしょ、ああなんかこれも一緒だね、うん、これもちょっと増えたって感じ で去年は Z しか私は出なかったけど、今年は期待したいって感じかな。はい、行きましょう。もうちょっとあえて見なかったけど回さないから、まあでもとにかくね、ほんと気をつけてほしいね。気まぐれゲートの後の、あ、そういえばふみちゃんコインを残ったな。まあいいや。ほんと気をつけてほしいね。気まぐれゲートの後のガシャはほんとに地獄、油断してると地獄を味わうね。
なんかあんま期待できないな。はい、じゃあちょっと2番目のアカウントいきましょうかね。今回元気ドリンクはマジで期待できるな。頼むぜって感じだよね。コインはここでもねゲットできますね。はい、これ2番目のアカウントでカイラもね、カタイも出てるね。8回の、あ、4倒すと500ポイントもらえるのも嬉しいな。回しましょう。まあ無課金攻略なんでね、ほんと序盤はゆったりで。ただね、ブリ隊長が課金なんで、とにかくリンネの時ね、リンネはちょっと欲しいね。何が出ますかね。こんなもんか。まあでもいいんじゃないかな。これも前回のふみちゃんコインがね、あ、このアカウントふみちゃんコインないのか。あー、多分郵便だな。はいはい、じゃあ3番目いきましょう。 Y ポイント今回のために貯めたよ、前回スルーして。はい、ごめんなさい、ちょっとふみちゃんコインあるんで1枚だけ回させてください。 G ね。これはまさか。あ、2枚回しちゃった。まあいっか。おお、ふみちゃんだ。え、こういう場合どうなんの。あれ、あ、聖魔女の方か。なるほど。あー、びっくりした。ふみちゃん、今回のふみちゃんかと思っちゃった。はい、じゃあ3番目いきましょう。はい、そしたら3番目のアカウントでもう4回いってんだね。いきましょう。そう、このアカウントな、失敗しちゃったんだよな。気まぐれゲート、漢方使うの難しいね。おお、コマさんだ。いいね。SSS1 体来ました。じゃあ、ガールコインも、ちょっとごめん、1枚だけ回して、していただこう。さっき2枚回しちゃったけど。こっちだね。せっかくふみちゃん出たのにな。感動が薄いな。これ最低 Z だよね。おお、いいね。あー。もったいないね。種族効果アップ妖怪ということで。うん、まあでもいいんじゃないですか。 SSS も結構揃ってないし、埋まってくれればいいなという感じがしますね。ガールコイン G はみんなどうだったんだろうな。ふみちゃん、こっちの ZZ のふみちゃんの方が良かったな。結構いいコインだよね。またガールイベント来てほしいな。はい、こっちの滅竜ふみちゃんなんて全然記憶にないんだけど、あ、滅竜じゃねえや、Z ランクのフミルフィーなんて全然記憶ないんだけど、あれ今見てもいたっけなっていうね。あれどこにいるのって感じなんですけど、え、本当にいる。あ、いた、聖魔女フルいるんだな。はい、なんでこの辺のなんだろうね、ニャーサーだからニャーサー1グランパリだったのかな。はい、まあでもとにかく今回のねイベント、ちょっといつもより、いつもとか最近よりは元気ドリンク落ちそうなので、まあ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 という感じなんですけど、本当ね、とにもかくにもどうだったんですかね皆さんね。このガシャだけはね、本当気まぐれゲートのガシャだけはね、マジでマジ気をつけろよっていうね、そういう格言があるので、皆さんが無事だったらいいなと思っております。確率通りになるん
感じなのかな。ね、1% って普通ね、100連しなきゃゲットできないからね。はい。なんで、いやー、はい、沼にはまらないとことを祈っております。はい、じゃあとりあえずね、まだ初日なんで、はい、頑張っていきましょう。ちょっとね、元気ドリンクもここ最近よりのひどいのよりは落ちてる感じはするんで、まあちょっと傾向もあるんでね、それもまた分析して午後ね、またちょっとお話ししたいと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。さよなら。